キンプリ流瀬角、三人脱退超多号安心道を救った地元のお好み焼き店。店主の女将さんに直撃取材。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。k n g o s の流瀬恋24が6月初頭、少年時代を過ごした大阪にいた。 と、ファンの間で話題になっている。6月最初の週末に大阪にある、お好み焼き店、とも、がインスタグラムストーリーで黒ののれんの写真とお帰りというメッセージを載せていたのでスキンプリファンの女性。 大阪を拠点に活動するグルメライターは、同店について、もともと地元に愛されるお店ですが、全国区になったのは、長瀬さんが中学時代に通い詰めていたことがテレビの密着番組で紹介されてからです、と説明する。 密着番組とは2018年に放送されたジャニーズタレントの裏側に迫るドキュメンタリー番組ライドオンタイムから時が奏でるリアルストーリーからフジテレビ系のこと。第1回から第4回まではキンプリが特集された。 番組では長瀬さんの辛い経験として転勤族だったので少年時代だけで5、6年に移り住んだ子とまた親しくなるたびに別れを繰り返す生活でいつしか周囲に心を閉ざすようになったという過去が明かされました。そういった環境が影響し、長瀬さんは人見知りになり、全然喋らない子だったそうです。長瀬さんによれば、 その性格を変えてくれたのが中学1年生で入所したジャニーズ事務所だったとのこと。番組では同じ志を持つ仲間と遊んだりご飯を食べに行ったりする中でコミュニケーション能力も高くなり自分は変わったと振り返っています。女性指揮者。資格中学時代、通い詰めたお好み焼き店。そして番組ではプライベートで大阪を訪れる長瀬の姿もおった。 その中で紹介されたのが、お好み焼き店、とも、だ。転校を繰り返した長瀬さんにとって中学入学から卒業までの、3年間同じ学校で過ごして卒業までできたのはでかいと言います。番組では、長瀬さんを支えてくれた存在として、中学時代の担任の先生。 親友たちと共に、同級生の実家が営んでいるというお好み焼き屋さんが紹介されました。前での女性指揮者、前でのグルメライターが言う。同店は今や日本全国は、もちろん海外からもファンが来たるという有名店になりました。イケメンタダにしますという張り紙がユニークで、長瀬さんは番組で、毎日のように通ったことや、いつもタダでした。僕とおどけていました。 お店は店舗立ちのきの都合で昨年10月に移転したのですが、以前も値段の部分にあるけど高いで絵からと書かれていたり、シャレが効いているんですよね。ちなみに実際のお好み焼きは700円、生ビール、中500円とリーズナブルな料金設定。お好み焼き以外にも小蕎麦やおでん、ホルモン煮などといった品メニューがあり、居酒屋としても楽しめます。 同店ののれんは通常オレンジ色だが、長瀬のメンバーカラーである漆黒バージョンもある。長瀬さんは誕生日が1月23日なのですが毎月23日は漆黒ののれんにするという話を聞いたことがあります。店内は長瀬さんの写真がいっぱいで、中学時代の貴重なものも。 大阪らしい気さくなおかみさんで、長瀬さんの話もたくさんしてくれるとファンには人気です。全能。ただし、小さいお店ということもあり、3週間先までは予約でいっぱいの状態のようだ。本祭とは、同店に直撃取材を試みると、店主の気さくなおかみさん本人が応対してくれた。 お帰りというインスタグラムのストーリーがありましたが、最近長瀬さんが来店したんですか二日に来ましたよ。連絡があったんですか連絡は孫に、ね。私はお店だから。四角 USJ のお土産は即売り切れ。平野市洋26、神宮寺ゆうた25、岸ゆうた27。 の三人が5月22日をもってグループを脱退、事務所を退所、岸士の三月末で退所予定し、高橋海人24との二人体制の指導と多忙を極めた長瀬、TBS 日曜劇場、ラストマンという大注目の連続ドラマにも出演しており、精神面でも落ち着かない日々だったことは想像にあまりあるが、 束の間の休息を、気の置けない仲間と癒しの地である大阪で満喫したようだ。前での女性指揮者が言う。長瀬さんは6月7日のブログで大阪の USJ2 期ライドアトラクションドラえもん XR ライドから伸びたと空の理想郷からの前で撮影した写真をアップしていました。このアトラクションは、 今年3月に公開された映画ドラえもんのび太と空の理想郷をテーマにしたもので2月23日から9月3日の期間限定。映画に登場する空に浮かぶ楽園パラダピアを再現したドラえもんと大空の大冒険ができる VR コースターです。長瀬はこの映画で パラダピアに暮らすパーフェクト猫型ロボットソーニャの声を務めているが、同アトラクションにも登場している。ブログでは久しぶりの連休と綴りながらも全身メンバーカラーの漆黒コーデ。このショットを見たブログ読者のファンは、イカチイ、イカツイ、と笑いを誘われた人も多かったようですが、休みの日でもブログのネタを考えているということ。 ファンサービス精神が旺盛な長瀬さんらしいショットです。なお、その時身につけていたスヌーピーカチューシャ、オラフ、税込み、2600円、とスヌーピーのチェーン好きサングラス、銅、3800円は、オンラインストアではあっという間に売り切れていました。全能。長瀬がジャニーズに出会い、自分が変わった原点でもある大阪。 メンバーが三人だったし、新たなスタートを切った金プリだが、長瀬も自身の原点の地で、気持ちを新たにしたに違いない。近く、死の話をたくさん聞けて幸せ。中学時代常連長瀬角が先日訪れた大阪のお好み焼き店。伝説の張り紙も、予約は90分制。喫煙可能お店なので、20歳未満はお断りとのことだ。